鳴子警察署で始まったのは実践塾、その名も鳴子優美塾です。開校式では2018年以降に採用された21歳から28歳までの若手署員8人に阿部秀明署長から指定書が交付されました。続いて阿部署長が一つでも多くのことを学び、強い精神力と執行力の強化を図ってほしいと訓示しました。知識・技能を自らのものとして得し、地域住民からの期待と信頼に応えられる勇猛果敢な警察官を目指します。この後、若手署員は交番での襲撃事件を想定した訓練に臨みました。この実践塾は実務経験の浅い若手署員の技能を育成しようと2013年から毎年行われています。県内では2018年に交番が男に襲撃され、警察官が刺殺される事件も起きていて、署員たちは犯人を取り押さえるまでの対処の仕方などを確認していました。現場ではいつ誰がどのように来るかっていうのは分からないので、日頃からまあ物をどのように活用するかとか、どのように動けばいいのかっていうのを考えていくべきだなっていうふうに思いました。若手署員たちは今後1年間定期的に職務質問や鑑識などの技能を学びます。